あ、こんにちは。どうも。何度かお会いしてます。そうでしたか、ね、そうですか。やっぱりいいですね。軽くてね。楽でしょ。セビロネットも知らないですね。これ何でしょう。今日はあの、はい、中山知事と会談されましたけれども、はい、どういったお話をされたんでしょうか。まず知事の方に、昨日の集会の知事さんの実感というのを私の方からお尋ねをいたしました。知事さんとしてはこの自発的に来られた方が非常に多い、たくさんいらっしゃる感じがしたと。しかも家族連れで来られる方もいたと、まあ、この家族で来られるというのも沖縄の一つの特徴でもあり、その何か団体等に動員をされたということよりも県民の自発的な強い意思が感じられました。こういう話が一つございました。それとこの普天間をめぐる問題、これについては普天間基地の危険を除去すると、これが最終の目標でもあり、重要な獲得すべき結果でもあるということをお互いに私も知事さんも確認をし合いました。それから私の方からはこの決定のプロセスに沖縄の皆さんの頭越しでやるべきではないということを強調しておりますということも申し上げました。それと合わせて先般の党首討論の際に鳩山総理は総理就任後一度も沖縄に来ていないので、沖縄にぜひ来るべきであるということを討論で申し上げましたと。やはり総理自身がこの重要な課題を解決するためには沖縄に来られて現地の実情を直視をして沖縄の皆さんと対話をしてその気持ちを受け止めるべきであると、これいうことが重要であると思いますということを私の方からも申し上げまして、知事の方はそれを望むということをおっしゃられました。あとその他の課題について的山議員が繰り上げ当選になりましたので、即戦力として公明党としては沖縄を担当する議員として知事さんのご指導を賜りたいと、知事さんとしてもぜひ沖縄のために頑張っていただきたいと、こういうお話がありました。それから秋野さん、参議院の候補者でありますが医師の出身であり厚生労働省で医療行政に携わってきたということをご紹介申し上げまして、この沖縄特に離島の医療の問題のために尽力したいと、こういう抱負をこちら側から申し上げました。私の方から、はい、昨日の大会にまあその家族連れがたくさんいらっしゃったと、はい、県民の意思を感じたという話がありましたが、はい、知事自らが出席されたことについては何か発言ありましたでしょうか。はい、まあ、これはあの公明党の県本部の方の強い要請もあり、私としても決断をいたしましたと、こういうお話でありました。昨日のまあ大規模な大会を受けて代表はどのように受け止めていますか。これはやっぱり県民の皆様の強い意思が現れていると私も実感をいたしますので、その県民の皆さんの思いというものを政治の側からきちんと受け止めて対応しなければならないと思っております。特にこの交渉の責任と権限を持つ政府については鳩山総理5月末に決着ということを再三おっしゃられてきており、私の討論についても討論に対してもこの普天間とは違う移設先を日米両政府で合意すること、これが結論の意味であるということを答弁されておりますので、ぜひその結果を出していただきたいとこう思います。昨日の集会で集まった方々の思いというのはやはり総理がのそのおっしゃった通りの責任を求める声であると、こういうふうに私は受け止めております。公明党としては自公政権時代に、はい、辺野古基という案を、はい、まあ、提示して、まあ、はい、まだそれが政府間の合意ではあるんですけども、ね、はい、これについて代表の方から今日知事にお話というようなことはなかったんでしょうか。これについては特にお話は申し上げておりません。
5月までに結論を出すということについて、はい、知事と今日お話は何かありましたでしょうか。その点については特にやり取りはいたしません。むしろ共通の理解としてそれは政府鳩山さん自身が自らに課した目標でありますので、それに従ってやり遂げてほしいという思いをお互いに持っているということだろうと思います。昨日の大会で、まあ、県内移設に反対するという県民の、はい、まあ、メッセージが発せられたわけですが、はい、公明党としてこれまで前政権時代に結んだ日米合意した、はい、現行案というのが、まあ、ベストという、まあ、それが妥当であるという考え方については変わらないんですか。これはもういろいろな検討の結果、沖縄の皆さんも知事さん、あるいは当時の市長さんもそれを容認するということでありましたので、我々もそれを尊重するという立場で参りました。しかし今県民の皆さんの気持ちがいろいろと変化する中で、何がベストとかベターとかということはあえて我々としては申し上げないことにいたしております。むしろ鳩山総理が選挙の時におっしゃったこと、これをもとにして県民の皆様が受け止めていること、これを責任を持って実現することが重要だと思っております。話変わるんですけども、はい、鳩山さんの政治資金収支報告書をめぐる事件について、はいはい、今日総理本人のですね、はい、処分について検察審査会で、はい、不起訴相当という結果が出ました、はい、これについて受け止めを、はい、お聞かせください。まあ、これは検察審査会のご判断ですから、それはそれとして受け止めなければならないと思います。しかしまた一部報道ではやはりそのきちんとした再発防止の制度を作ることが重要であるという意見もあったというふうに報道されているようでありますけれども、ここはその鳩山さん自身の説明責任や政治責任が問われているわけでありまして、鳩山さん自身の自発的なその姿勢というものが今極めて重要だろうと思っております。それは元秘書を国会へ参考人やあるいは証人として招致することを説得すること、そしてご自身がその裁判で提出した資料、これを取り戻して国会に提示をしてきちんと報告説明をすると自ら予算委員会でおっしゃっていたわけでありますから、それを覆したこと自体がもう大きな信頼を損なっているわけであります。その信頼回復のために鳩山さんが取るべき行いというのはあるはずでありますから、ぜひそれをしっかりと示していただきたいと思います。ということは、まあ今日出た処分によって、はい、公明党が、はい、まあ、代表が党首討論で求めてきたことが変わるということはない、はい、全くそういうことはありません。鳩山さん自身の責任を尽くすこと、そして再発防止の制度を作り上げること、これはなお重要な課題であると思っております。参院選の件なんですけれども、はい、これは一般的に私が申し上げておりますことは、それぞれの地域で積み上げた人間関係、協力関係というのがありますので、党中央で政党対政党との関係で選挙協力をするということを今決めにくいということも申し上げてまいりましたが、この沖縄県でどうするかということについては、その今申し上げたその積み重ねた関係というものを配慮しながら、県本部の意見もよくお聞きしながら、これから検討してまいりたいと思っております。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございました。